はい、というわけでどうもマルトラです。今回はジャンプチなんですけども、今日は決闘やっていこうかなと思いまして、今週の特別ルール生成プチ5と HP30 倍というわけでやっていくんですけども、今日使っていくパーティー、はい、こちらというわけで、今日は4枠目をコロコロ変えていこうかなと思うんですけども、あのね、限定ゾロワンピース大特集祭で登場するんですよね。あいつがダメゲンガード貫通先バフ580とかいう緑属性キャラなんですよ。なんか史上最強を歌っとるんですよね、あいつは。はい、なのでもう1日にして緑属性の火力キャラクターが潰されたんですよ。1日にして明日の15日に限定ゾロが登場するというね、明日世界が滅んでいくんで、最後の晩餐をみんなで食べていこうかなと思うんですけども、まずは坊っちゃんですね。はい、スネ夫坊っちゃんなんですけども、こいつ今年の限定キャラなんですが、まあね、あの日の出浴びることなく潰されていったというなかなか悲しいキャラではあるんですけども、まあガード貫通の570というわけで、で緑属性ダメージ2万5000回復なんですよね。値値的にはほとんど一緒なんですよ。570っていう限定ゾロ580なんで、ただしかし、ゾロは先バフ持ってるしダメゲンも貫通するんで、あっ圧倒的にあっちの方が上手ですね。さあ、というわけでやっていきましょうから、もう、まあね、そんな新参者にね、あの座をね、許すスネちゃまじゃないので、ちょっとこいつを久々に使っていこうかなと思うんですけども、こいつの印象ないのって僕だけですか？なんかね、この鬼滅大特集祭は、あの、イグロさん&カンロジさんに全てを持っていかれてるんで、マジでこのスネちゃんの印象が全くないねんな。うん。いなくなっても気づかないと思う。うん。目の前を通り過ぎても誰も気づかないんじゃないかなと思うんですけども。ここに関しては、フォムチェン悟空班、フォムチェンすんの忘れましたんで、あの、ただただ殴っただけっていうね、アホみたいな1枠目過ごしましたわ。はい。このムーブしたことにより、負ける確率がぐんと上がりました。はい。ありがたき幸せというわけで。ここに関してはそうですね、高校取れてるんが、まあ、なかなか素晴らしいんじゃないかなと思うんですけども、そうですね、これに関しては上書きされないはナイスですわ。はい、ほんでここでバチ割りします。はい、ほんでマウントレディ連れてきてるんで、ここであのバフするっていうパターンにしてますね。ほんでここでレジェンド2回発動しますわ。はい、次のフォムチェンナミさんレジェゲージアップ持ってるんで、それうまいこと活かしていきたい。今週はもうバフすればするほど優秀なんで、あんまりここでね、耐久しても意味ないんで、この陸道戦になるとのダメゲンはあんま意味ないんじゃないかなと思うんですけども、マウントレイディバフしていきまして、ただこれちょっと、なかなかダメージは入んないんじゃないかなと思われる。まあ1枠目で、ナグモを使ってくれてるんで、それがまあなかなか刺さってるんじゃないかなと思いますね。これダメージ80万入ったか。80万は通常週はから考えたら結構いいダメージなんですけども、今週はなかなかゴミなんでね、これはちょっと、まあまあしゃあないんですけども。ほんでここに関しては、ダブルバフ吸収か。ほんでフォムチェンは竹刀というムーブ。ここフォムチェン竹刀はありがたきですわ。はい。ただしかし友情、ゴミみたいなバフ吸収。これはなかなか厄介なんですけども。これバフの数値的に圧倒的に負けてんな。これちょ、もう一回やらなあかんね。ナグモ、1枠目のナグモで勝つっていうパターンになってる気がするんですけども。そうですね、ここに関しては。あー、そんな変換ですか。変換の仕方がしょうもないの。出たらこれは、あ、レジェンドがたまらんというムーブ。はい。素晴らしい状況ですわ、これに関しては。はい、ダメージ以下ほどというわけで、3枠目のナミさんもちょっと変えましょうかね。あの、ただただバフ積んでいくみたいなムーブに、一応チェンジしようかなと思うんですけども、はいと、はい、全然ダメージ入んないと。ほんでもってラス枠なんですけども、サイカル対面というわけで、まあね、4枠目サイカルはまだ言うて使えるのではないかなと思うんですけども、言うて回復なんで、はい、ギリギリまだ回復あるから残ってるんじゃないかなと思うんですけども、このスネ夫なんかマジで存在のかけらすらありませんからね。
悲しすぎるんですけども、あ、こいつレジゲージアップ持ってんのか、忘れてましたわ。そうですね、ここに関してはまあジョルノぶち込んでいきまして、あ、先に盤面触る方が良かったですわ。はい、ちょ、久々に使ったんでこいつの使い方を全くもって忘れているというわけで、レジェゲージアップ持ってんのも今知ったというわけで、稲妻イレブン、素晴らしい稲妻イレブン割りが決まっていきました。はい、ダメージ以下ほどというわけで、相手3バフ、はい、440とかいうゴミやないかボケ。こっち252というゴミ以下ほどというわけで、無双さんでバフ返してんねんけど、これは1枠目のナグモのアドバンテージが刺さりまくってるんじゃないかなと思うんですけど、言うてこれでも結構入るんじゃない。あはオーバー200万ですか、480万、11個割で貸すやないか。まあ今日こんな感じで頑張っていくんですけども、3枠目変えまして連抜きにしました。ほんで、レジェンド変えて反り込んでいきまして、これでバフえぐいぐらい詰めるんで、スネチェマ火力覚醒してくれるんじゃないかなと思う。11個割でジョルの付随刺して480万しか出えへんかったんは、さすがに忖度でも強いとは言えなかったんで、今回はさすがにいいダメージ出してくれるんじゃないかなと思うんですけども、連抜きもね、今週ちょっと動画撮りたいんですよね。3枠目でバチ割りっていうムーブがちょっと最近強い気がするんで、で、えぐいぐらいバフ詰めるキャラクター、普通の通常種やったらザン全く輝かないんで、今週はめちゃめちゃ割っても全然いい週なんで、こういう連抜きとか、あと分割のバフのやつとか、なかなか使ってみたら面白いんじゃないかなと思うんですけども、3枠目にガイ先生か、2枠目しがらき。まあ、2枠目しがらきの時点で、盤面触ってくれることは絶対ですね。ほんで、友情が変やな。ジョットですか、ジョットですか、これは、ゴリ温存ムーブですね。黄色割るパターンですか、了解していきまして、これは盤面繋がってないんで2枠目これ回収してくれるんか不安なんですけども、しがらきダブルタップなんで 100% 回収してくれます。はい、ダブルタップキャラクターは何が何でも盤面触ってくれるんで、ほんでここはレジェンド2回発動します。はい、まあナルト、レジェンドゲージ 40% 以上やったかな、10万ダメージ貼ってくれるんですけども、関係ございません。はい、どうせ防げるんで。ほんでしがらきの毒も全然入らないんで、ここはえぐいぐらいに火力に寄せていいんじゃないかなと思いますわ。はい、七子お姉さんムーブ、ほんでもって反り込んでいきまして、こいつ誰やったっけな、マウントレディバチ積んで、ここのダメージも望んでいこうかなと思いますね。相手の HP 440万ですか、貼っとんなえらいほど貼っとるわ。440万、ラス枠の同日イタチがちょっと怖いんですよ。友情ダブコピとかされたら発狂するほかないんですけども、ここ、はい、こんな感じで絶対的に盤面触ってくれますんで、安心安全のソニー損保でしかないというわけで6つあり、これはね、毒ダメージ50万ぐらいしか入らへんかな、もっと低いかな、30万ぐらいかな、攻撃バフ何も積んでないんで、はい、何も痛いもんはないんじゃないかなと思いますね。必殺ダメージも全然痛くないというわけで、でもって毒ダメージなんぼというわけで、はい、33万、狙い通りの33万入っていきまして、ほんでここなんですけども、あれダブルタップ、必殺の制限、必殺の制限あったんこいつ、知らんて、知らんて、こいつに必殺の制限ダブルタップあんの、なんか誰が知ってんねんこんな事実の、こんなもんちょっとゴミみたいやんかねえ、必殺の制限あんのこいつ、知らんて、知らん、知らんの一点張りですわ、これは。誰が知っとんねん、いう話で。ああ。ほんでもって、ここに関しては、裏原さん、ムーブ、ベーちゃんというわけで、まあ、なかなかバフは詰めるんですけども、ここで死ぬことは絶対にない。あってはならない。スネオを使って、3枠目で
死ぬとかいうのはあってはならないんで、はい、骨川家に僕は生贄にされスーパーラッシュ将来も生きていきまして、ほんでここゴミダメージ入っていきながらのトラス枠なんですが、ここね、まあ盤面的にあんまりまあ割できないと思いきや、結構バフ積んでるんでかなりいいダメージがここ入るんですよね。ジョルノも付随しているんで、んーでここに関しては、着地が終わっとんな、着地が終わっていない、ピタスチが決まっていると、素晴らしいこって、オンでもってレジェン2回発動して2回反り込んでいきまして、バフ見ていくんですけども、これはバフ圧倒的勝利やな、見る価値なし。こっち782と連抜きで90バフできてますね、以下ほど6つ割となってます。これめちゃめちゃいい火力出してくれるのではないかなと思うんですけども、友情コピーされたんで、これしがらきのバフ吸われるんで 22×6 なんで132以下吸われるんで、さっき785でした、652かな、全然貯蓄がありますんで、はい。ああダメゲン、こいつダメゲンにキラー反応にもかかわらず、なんでダメゲン貫通せえへんの、マジで意味わからんねんけど、普通そこダメゲン貫通ちゃう、謎にガード貫通という意味がわからない性能をしてるんですけども、いかほどというわけで、嘘でしょ、スネオお前弱すぎるて、弱すぎる、ちょっと今のスネオの火力マジか、これちょっとスネオもうちょっとやらなあかんな。ここロジャーに変えて連力で、あのあれできるようにして、うんうんうん、これでいいですわ。ちょっとと今のスネオの火力見ちゃ、僕この後あいつ使おうとね、限定ご飯ちゃん、5周年ご飯ちゃん使おうと思ってたんですよ。今日はいろいろ緑属性の火力キャラクターの弔いとしていろいろやろうかなと思ったけども、ちょっとスネオがかわいそうすぎるわ。今日のタイトルどんななってる？僕の今の想像的には、一夜にして緑属性キャラたちが死にましたっていうね、タイトルにしてるんじゃないかなと思うんですけども、ちょっと今日はスネちゃまか？ワンチャンスネちゃまの可能性があんな。これは、無視できひんな。ここで無視したら、かわいそうすぎる。かわいそうすぎるわ、さすがにスネオが。今の火力。これはね、ちょっと僕のムーブが悪かったと思う。さっきは連抜きダブルバフ、ダブルタップできてへんかったし、あんまり割れてへんかったんで、僕のバフの管理が悪かったと思う。そう信じたいわ。うん、スネちゃま。言うて570やで。攻撃力2605円の570なんで、なかなかいいダメージ入ると思うんですよ。ダメゲン貫通シーヒンといえど、まあまあいいダメージ入るんじゃないかなと思ってるんで、僕はスネちゃま強くなるまで今日は使っていこうかなと思うんですけども、ダメージ以下ほどというわけで、まあバフ吸っていきまして、ここは6つあり何も心配はありませんわ。はいと、次ジョット対面というわけで、まあ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 、なら3枠目なんじゃお前、何お前騙し絵みたいなトリックアートしてくれとんねお前は、なあ初期の方やんけ悟空班よ。ここに関しては、なんなんその友情技、それ何、あーこれはあれか、ラス枠のガイ先生まで盤面触らんっていうムーブかな、そのムーブっぽいな。ここで緑割るパターンですか、まあどっちでもええねんけど、触っても触らんでも、これはハートワンな、なるほど温存パターン取りましたか。どうでもいいというわけで、上書きされないと、ここ上書きされへんのはバカほどでかいですよな。はい、呼んでもって、浦原さん、吸収していきまして、まあ、さっきのはね、ラス枠同術イタチでバフ吸われたっていうのもでかいですわ。はい、まあ、逆に言うと、今回の限定ゾロはね、そんなバフとか関係なくまくれる性能をしてるんですよ。強いんでめっちゃ。でね。バフのせいにしたら 100% 下手に取ってしまうんが、
つねちゃまっていう、悲しいんですけども、ここ必殺1個温存したんで次ダブルタップ発動できますと、ここなかなかいいんじゃないかなと思うんですけども、はい、めちゃめちゃ300万入っとんね。そりゃあね、 HP30倍、 ルールじゃなかったら死ぬわないう話で、ほんでここなんですけども、ここまた温存ムーブかな。これちょっと温存されたらさすがに厳しいで。これこんなゴミムーブ決まる気しかしねえ。あー、非常にまずい、非常にまずいね、それ非常にまずいね、それ非常にまずいね、非常にまずい、それは非常にまずい、それは非常にまずい。ここ一旦割ってレジェンド発動して盤面、触っていきましょうか。はい、こいつ発動して盤面触って、はいと、ほんでもってレジェンド、もっぱつ発動してティキミックでゴリ温存というムーブ。ちょっと待ってや、今もこの発動を押す瞬間に思ったけども、これさ、ここティキミック発動してもうたら勝ってまうくない。ここで勝つんはしょうもないね。このティキミック78発動したら多分勝つよな。ここでスルーしますわ、スルーで、はい、ここで勝ってしまったらもうしゃあない、やめて、しょうもないやないかー、おバカクソしょうもない今のはラスワークまで行きたかったな。つねちゃまかわいそうです。見て、ラスワークで済ました顔、俺はいいんだ、俺は明日死ぬんだっていう、その悟った。あ、1111、予定にはなかったんですけども、もう終わりますわ、ハッピーエンド。